取るのはどの馬娘か。上半期のダートチャンピオン決定戦、帝王賞3番人気スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。マルネックスキーと16番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ハルウララ、マルゼンスキー会長に飛ばして行きます。先頭をかけます。マルゼンスキー続きました。16番、早くも激しい競り合い。その後3、4馬身開いてメジロマックイーン、マヤのトップが4番手。4馬身離れてハルウララ内から10番。1コーナーから2コーナーへ向かう。あいにくの天気に月明かりも届かない中、馬娘たちが雨雲を散らす勢いで駆け抜けていきます。先頭は変わらず。マルゼンスキー続いて16番、そしてメジロマックイーン、そしてその後方にはマヤのトップが。その後3、4馬身開いて8番。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。順位を振り返っていきます。現在1番手はマルゼンスキー、少し離れて16番、そしてメジロマックイーン、4番手にマヤのトップが、その後ろに8番、1馬身差ハルウララ10番並んできた。少し後ろから6番、少し離れて9番、内の方からマツカネフクキタ、少し後ろから石山ナイスネイチャー並んできた。後から7番、さらに4番、後方2番手にハマモクロス、11番最高峰だ。意気揚々と先頭を行きます。マルゼンスキー、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。この直線で勝負が決まると、明るく照らされた南半島金内の直線に差し掛かります。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはメジロマックイーン、ハルウララ完全に抜け出した。残り200、ハルウララリードを1馬身、食い下がるメジロマックイーン、これは強い。ハルウララ足を衰える強さを見せつけて、ハルウララ今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。ハルウララ見事帝王賞制し、砂の王者の座をつかみ取りました。2着はメジロマックイーン。うわ、